次には力道山選手のベルトをめぐる戦いが始まったわけなんですけれども、力道山関は持ってたベルトで、ええ、もうこれの実現に関してはもうすごく思い入れもあるかと思うんですけれども、ようやく実現に至ってどんな思いで迎えていらっしゃるんでしょう。まあ俺は WL の中でこのことを開催できたということはね、そのように評価してできることじゃないかなと思ってます。まあ、メンバーも WAR のメンバーがほとんどを占めて、外からは北尾選手と藤原選手ということで、まあ、このメンバーについて集めたのはもう天竜選手に一任されていたということなんですけれども、もうまずいろいろ考えたんだけどね、とりあえず言い出しっぺんがけじめをつけて、それでその後はベルト持った人がね、いろんな価値を高めてくれればいいということで、まずは WL からということだったんだよね。まあメンバー的にもみんな最近の戦いぶりを見てもね、別に何も俺は不満はないよ。始まったからにはもう全員が敵だからということもあるんでしょうか。そのあたりも各々がこのトーナメントの意義をね感じ取ってくれて戦ってくれればいいと思うし、あとはファンの人たちが評価すればいいことだって、俺の見事ないよ。第1回戦で天竜選手と当たるわけなんですけども、まずはこの力道山選手の巻いていたベルトをめぐるトーナメントということでは、藤原選手としてはどんな風に感じていらっしゃるでしょうか。まあそうだったんですね。要は私はもうあれですね、どうですか、天竜のことばっかりで
で、ベルトのことはあんまり考えてないんですけどね。まあ、このトーナメントに出てくるメンバーも、まあ、カスばっかりだと言ったという発言がわりかしいろんなところに波紋を投げかけていたようなんですけれども、酔っ払ってましたんでね多少ね、まあ、それでまあ念願のもう天竜選手戦シングルマッチがとうとう実現するということで、もう僕たちもワクワクするんですけれども、1回戦がね、決勝戦みたいなもんですからね、多分ね。もう天竜選手が真正面からもう体を張ってグーパンチやなんかでやってくると思うんですけど、藤原選手としてはどんな感じで臨もうと思っていらっしゃるんでしょう。いや、グーパンチがね、俺当たるかどうかだよね、今日も俺スパーリングやってたんですけどね、私のパンチも俺早いしね、その猪木さんっていうとね、俺やっぱりあの師匠ですからね、なんかこう力をね 100% 出せないようなところがありますけどね、心のね、ずっと下の方にね。だけどあの天竜とはね、初めてだしね。で、まああっちは あれです、どう言いますか、ババ系っていうかね、あの無謀ですからね、だから、まあ 100% で、まあ、いけるんじゃないかと思うんだけど、銀座の時には投げられたというふうにも投げられたと思うんですよね。したら、あっちから聞いたら投げてないって言うんだけどね、階段で転んだんだとかなんとかって言ったけどね、俺はね、投げられたような気がするんだよね。だからきっちり投げ返さないとですね、まあ相撲じゃね、勝てないかもしれないけどね、まあ、レスラーではね、レスリングではまたちょっと違いますんでね、まあ、あれですね、全力で、スカッといきますよ。まずは藤原選手評からお伺いしたいんですけども、どんな選手だというふうに考えていらっしゃいますか。みんなそうだろうけどね、非常にやりにくい人はね、俺にとっては心と心の対決みたいなことに なるのを待っていていいんでしょうか。こちらそれはやっぱこのトーナメントがあったから彼も一騎打ちはねに出てくる気持ちになったんだろうから、なんとも言えないな。やっぱりまあ関節技に気をつけて、そしてまた天竜選手の打撃技がどれだけ当たるかというふうにこちらも興味津々なんですけど、関節技対策みたいなことってのはお考えになったりするんでしょうか。何も考えてないよ。まあ、このトーナメント優勝してまた他団体に打ててるというようなプランも持ちになっているというふうに聞いてるんですけれども、まあ、先のことはまだ考えるのは早いのかもしれませんが、まあ、小川選手の名前とかいろんな名前が挙がってるかと思うんですけれども、先の展望については今ちょっと少しでもお伺いできるか。それは俺に限らずね、勝ち上がったものが出てってくれればいいと思うしね、それは先ほどの話と重複するけど、価値を高めてって埋まるためにはそれも必要だと思うしね、そういう方法もあるんじゃないかなと思ってるよ。あ、一応デビューして3戦目の時にやらせてもらったんですけど、やっぱり全然通用しなかったんで、今回どれだけ自分の技がですね、舘ひかりさんに通用するかということで、ガンガン攻めて、いきたいと思ってます。やっぱりパワーでねじり潰すと、まあ、パワーだけじゃないけどね、まだまだ若いからね、あれはダメですね。ベテランの味で立ちクラッチから結構勝っちゃう。そんな一日そんな技で勝つつもりないですよ。今日はパッパッパッとやって終わりにするつもりです、はい。
どうですか。あんだよ。男子プロレスしかまだ見ていないファンの人たち、ぜひ前場にも来てください。今日は初めて男子プロレスのリングに上がるんですけれども、全日本女子プロレスの高橋七重と中西桃江というのを覚えてください。結構最近伸びてきてる2人なんで、今現状がいろんなことが起きてると思うんですけど、案外こういう時プロレスラーってすごい力を発揮すると思うんですけど、どんな感じで毎日試合してるんでしょうか。あんまり選手はあんまり変わりがないというか、今までと全然変わってないんですけど、やっぱり周りからもそういう目で見られている分、本当に全然気が抜けないので、自分どこのリングでもよそのリングでもいつも通りやりたいと思います。やったー、
I feel good. I don't know a lot about these guys, but I do know a couple things. I know I'm the biggest and strongest guy in this match. I know my partner's the fastest guy in this match. It means they're, I guess, the most likely to lose in this match. I didn't come here to do a job. I came here to win like I always do. Represent WAR, and that's what I'm going to do tonight. One way or the other, one of those guys is going to get pinned tonight. で、今日はまあリーグ戦ではないという感じなんですけども、まだチャンピオンになるチャンスがあるということで、他力本願という形なんですけれども、リーグ戦まず振り返ってみて、小坪選手どうですか。そうですね、僕自身はやっぱちょっと硬いダメージしたんで、 福田の足を引っ張らないようにと、それだけ考えて試合やってたんですけど、まあ要所要所で福田がカバーしてくれたんで、まあ2勝1敗かな、いい感じできたかなとは思うんですけど、まあ最初ちょっとつまずいちゃって、あとまあ2試合、なんとか勝てたんで、あと今日、まあ結果次第ですけど、もしまあ釣ったらやっぱり最初からね、リーグ戦の最初にやっぱり安岡選手とかに負けちゃったんで、まあそれはしょうがないと、今日はだからわかんないですけどどうなるか、まあ折原選手に頑張ってもらってですね。しかし今日はもう藤原選手も来場するわけで、なんかその前で優勝戦ができれば最高ですね。もう最高ですね。言葉ならないですけどね、まあ神のみぞ知る、はい、 結果ですから。 お二人だろ、そっち。あれ、俺。お前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 。
あと一歩で優勝というところまでこぎつけているんですけど、まずこのリーグ戦振り返ってみて、浅川選手どうですか。なんかこうパーっていうのがないですね。どうしてももうちょっとどうしたらいいですかね。こうジュニア自体が盛り上がるような感じで振るかと思ったんですけど、自分の思ってたようにはいかなかったみたいですね。今日最後なんですけど、まあどうなるか分かんないですから。自分は安らかさんのおかげで2連勝してるんで、今日は自分の活躍で勝ちたいと思います。まあここでもし、まあ、もしなんていう話をするものなんですけど、取りこぼしてしまうと決定戦が、まあ、福田小坪組とあるということなんですけど、その辺のことなんていうのは思いは考えてないですね。折原江川戦のことしか考えてないです。僕はね、あくまでも安らか個人とね、はっきりとね、気持ちの整理をつけるために安に突っかかってただけでね、別にだから勝ち星がなくてもね、いいんじゃないですか。今まで自分が当たったことのない人ばっかりで、自分にはもったいないぐらいのチャンスだったんですけど、今までずっと折原さんの足引っ張ってきたんで、今日は頑張ります。さっき江川も俺の足を引っ張ったっていうふうに自分で言ってましたけど、俺はそんなに風には思ってないしね。なんかこう逆にね、江川をこの場所に引っ張り出してきたこと自体がね、俺は逆になんかこうまだその早かったんではなくて、そのちょっと無理をさせたかなという気持ちはあるんですよ。ただ一生懸命頑張ってるんでね、僕はそのちょっとね、いろんな団体出て怪我したからといって休むわけにもいかないし、またねその他のファンの皆さんにもね、言うだけ言って怪我して逃げてんじゃないと、そういう風なね、ことは言われたくないんでね。はい、来たよな。
Thank you.
聞いとけよ、恥ずかしいと思えバカ野郎。お前はな、2回もな、ネビスに伸ばされてんだ。ああ石井なんかいるじゃどうしようもねえ、パートナー変えろ。冷やせよ。このシリーズ入ってみて、なんていうかな、ちょっとね、なんかうまく口では言えないんだけどね、試合内容はね、変わったような気がするんですよ。大将にね、前他の相手とやった時に分かるだろうみたいなことを雑誌で書いてあったけど、まさにそれですよ。ちょっと勝ってきたんじゃないかな、自分ではどこがどうかっていうのがよく分かんないですけど、まあね、このまま終わっちゃったらね、次第で潰されたやつになっちゃいますから、最後のチャンスだと思ってますよ。じゃあその変わったところを今日のブッチャー戦という、まあちょっと難しい相手で見せていただこうか。頑張ります。 Tonight I have a fight with some big fat little Japanese boy. I'm gonna drop the elbow on him. I'm gonna get up once and I'm gonna drop it on him again. Nobody can stop Abdullah the Butcher. The people say thatI'm a legend, an old legend, what never dies. Abdullah the Butcher will never die. He will just fade away and come back. He keeps fading away and come back. Many people who's been in the wrestling business, they're dead, they're gone, and they're old. Look at Butcher. The Japanese people say his eyes.Look at me, I'm here to beat up people, and Abdullah the Butcher will never, never get old. Merry Christmas and a Happy New Year's to all my Japanese friends and my fans. What are you doing? Hey! 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 Hey!
禁止。Hey, let's go!
10分経過。死ねこの野郎中西行け中西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 
結果は結果なんだし。とりあえず今日はベルト捉えましたけど。大丈夫か。動かすな。ギリギリの戦いが2つ続いたとは思う。おい、なんであんたベルト持ってんの。おい、チャンピオンじゃないだろ。似合うのか、お前。全然似合わないよ。なんだ、なんだ。おい、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 何してんだよ、お前。ほら、返せよ、返せよ。お前のベルトじゃないだろ。おい、てめえ、一人で行こうぜ、一人で。やめながら引っ込めよ、お前。そら、お前、一人で来い。お願いしましょう、社長。いつまでも逃げねえじゃねえぞ、待ってろ。ただまあね、なんていうんですかね、そんなに欲しければね、リングの上で戦って取ればいいじゃないですかね。うん、寂しいですね。せっかく掴んだ優勝なのにちょっとなんか水差された感じだったね。まあね、ああいうことしなくてもちゃんと自分のね技術とかそういうことをアピールできる選手なんですけど、ちょっと悲しいですよね。前バンバン蹴られましたんで、今日は少しでも反撃できるように頑張ります。まあ、今日に関しては相手だけ見てね、自分は自分の試合っていうんですか、まあ、当たり前のコメントだけど、立場的にはほら選手会長っていうのがあるしね、今までみんなまとめなきゃいけないと思ってたけど、やっぱりもうそれも自分自身が限界が来たっていうのもあるしね、俺はだいたい人をまとめるということはできないから、でやっぱりなんていうの、みんなが個人個人がさ自己主張していかないと、WL っていうのも多分このままなんだと思うんですよね。だからやりたいことをやっていけば多分結果がついてくると思うよ。みんないい選手だから。ただなんか吹っ切れるものがね、出てきたから、 WR 全員的にしたってこれをやってやろうと思うしね。だから今自分でほら会員育ててるし、その人たちも夢がさ持てるようにね、ガチガチにいきますよ。今日の試合はまずはこの3人どんな試合を見せようと思いますか。チームは初めてなんだけど、まあ別にね、特にどうってことはないんでね、まあチームワークがいいから、それを生かしてね、機動力でね、相手かく乱して最後はドンと決めると、そういうような感じでいこうかなと思ってるんでね、別に何も不安もないし、別にいい試合できるんじゃないかな。まあ平井さんも太郎さんも、まあ2人のタッグはね何回か組んでるんで、まあ結構セミファイナルということでね、まあ責任もあると思うんで、まあ3人のチームワークの良さを見せて勝ちに行きたいと。まあ6人タッグのねベルトも持ってることですし、負けるわけにはいかないと。いやもうガンガン行くだけですよ。相手をちょっと俺が変わったというところを見せてビビらそうかなと思ってます。ガーッガーッどうだろう。
だろ。ふざけるな。もしかしたら
あの北原の行動は、こっちは手貸してやろうってのによ。俺はこれから共闘して天竜選手と戦おうっていうような。知らねえよ、あんなもんこっち蹴飛ばしてきたんだからよ。徹底的に一緒にやっつけてやるよ。何考えてるんだか知らねえけどよ。立ち蹴なんか一緒に来たって一緒だよ。一緒にまとめて横綱が出るまでもない俺らが潰してやるよ。たくまちはたくまちの、ね、やり方というのはあるんだから、それは崩しちゃいけないと思ってるしね、うん、ただそれが終わった後あのデレッと寝てたのがね、もう頭にした俺は、うん、別に嵐が俺のに誤爆したとかさ、そんなのどうでもいいよ、うん、そんなんじゃない、うん、あそこでバッと起きてさ、負けたら負けたでいいんだよ、ガーッと手を挙げてスッと帰ればいいやん別に、それをやれっていうの。だから何ここでもう WR でやっていくかもしれないしさ、そう分かんないよどうなるの、うん、お前選手会長のくせにって言われりゃ、ね、責任取れてもいいよと空取らせてもらいますよって、うん、そのつもりでそこまで思ってるよ俺は、うん、これより4 J1 選手権が決定トーナメント1回戦を行います。1 2 3 4 5 6
だ。Okay, break! Oh, come on, let me break! Okay, come on,
もん。テル、おテル、テルだテルだ、おテル。ファイブレス、ファイブレス。オッケー、ブレイク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 、じゃあ。Hey, break him! Break him! Hey, hey, hey! Just so much! Break him! Oh, yeah! 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 Let's give up! Come on, let's give up! Come on, let's give up! Come on, get out! There's that! Come on, turn him! Come on, turn him! Hey, turn him! Come on, turn him! Hey, come on, turn him! Come on, turn him! Look around, turn him! Come on, turn him! Come on, turn him! Come on! Come on, turn him! Come on, turn him!Come on, come 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 on,
OK、逮捕です、逮捕です、よし、待って、待って、行くぞ、ワン、ツー、よし、行くぞ、フォー、ワン、シス、セブン、エイ、よく書いてる、はい、Ah!
ひどい。やっぱりね、よその俺リングでね、ハラスメント不利だな。なんか、ね、一発ね、いっぱい一発入ったんだよ。やっぱこっちはね、やっぱ正々堂々とやろうと思ってるのに、やっぱりね、今度はやっぱりレフリーをやっぱり変えてね、もう一回やりたい。以上。最初のパンチで、いや、なんか肩が壊れて最初効率で壊れたんだよ。なんかこれにフラーってた時に多分パンチだと思うんだけどね。まあ分かんないけど、ずっと一回パンチかなんか分からないけどね。もう漏れなくしてたからね、力が使えなかったね。ちょっと肘脇あたり気にしてると足首壊れるし、そっち気にしてると顔面壊れてるね。なんか本当にきつかったですね。何回もかまされたし、なんか気持ちがね、まいことこうあっちこっちかされちゃってね、クワーッとなるとポッとなんかされたみたいな。ってことは藤原のペースにはまりかけたんで、まあ最後はね、いいの入ってんだけどね、ガバーッとバチなこと入ってんだけど出てこれだからね、情けないけど、ちょっとただし、何やったのって全然焦ったよね、本当。イメージしてた藤原とはちょっと違った、はい、全然違ったね。最近見た藤原とは全然違ったもんね。まあ体の格闘技の時ぐらいからなんかちょっと違うなと思ったし、あったけど、まったいや、藤原選手がまたもう一回場所を変えてやりたいというようなことを試合後言ってたようなんですけれども、そのことについて私は何も言えないですよ。今ほらもうちょっとしたら休みたいよ、ほら本当に、はあ、しばらく、緊張したな今日は。久しぶり。北汚染ということになるんですが、うん、どうですか。分かんないね、もう勝とうという顔じゃないよ俺は。負けたくないって気持ちだけあるけどね。まだ期間があるけど24日、逆にね、ワンマッチだけだからね、それが俺にとっては使命だからね。じゃあ、もう一回勝つぞ。そう言ってた。プレバセットの活躍、先生、ベルトなんとかってオーナメントってことですか。やっぱ緊張感ってありますか。緊張するよ、めちゃめちゃ、試合前すごい嫌だった。こんなのね、自分でなるのおかしいおかしいって言いかけせながらね、肩もらってんだよね。教えられているのかと教えられると思わない。